どうもマックス鈴木でございます。私は本日東京都江東区というところに来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんがこちら。はい、元祖豚丼屋トントン住吉店さん、ピントこっち。はい、ということでですね、本日は、こちら江東区にございます元祖豚丼屋トントン住吉店さんで、一度僕が過去に旗の大店さんかなで敗北した、グレートサスケさん考案の総重量6キロ制限時間50分の豚丼にチャレンジしたいと思います。今回リベンジ戦ということになるんですけれども、まあちょっと顎が心配なのと、ちょっとキャパ的に今どうなのかっていう、固形で肉と米で6キロってどうなのか分かんないですけど、これは完全にトレーニングとしては持ってこいの食材だと思いますし、何よりマックス鈴木の苦手分野である肉ふんだんに盛られておりますので、フードファイターにとってはこれ以上ない戦う相手と思いますので、本日も張り切っていきたいと思います。そんな本日は江東区よりマックス鈴木 TV 佐藤。いやー、結構な惨敗を期したメニューなんで、全力を尽くして挑みたいと思います。はい、ということで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらは総重量6キロのあの、道のプロレスグレートサスケさんが考案されましたグレート豚丼という、お肉は、豚丼だったりキムチだったりロース、バラ、いろいろって感じですね。まあ本当にもう豚丼って感じです。僕が知る限りではキング山本さんだったり川沢りだったりも軒並み日本最高峰がことごとく敗退していると、そして僕も過去に一度敗北しているっていう、日本でチャレンジクリアできる人いるのかっていうレベルのやつなんですけども、証拠でもなくまた挑みたいと思います。すいません、本日は誠にありがとうございます。はい、大変お待たせしました。すいません、大変恐縮なんですけれども、はい、カウントダウンを5秒前ぐらいからお声いただいてもよろしいですか。お願いします。すいません、よろしくお願いします。先言っておきます。いただきます。はい、いただきます。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。よろしくお願いします。
こちらスプーンありますか。はい、いただきます。ありがとうございます。
お願いします。
4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
しょ。いやあらす。あ、すいません、あらす。あ、あれですね、誤差が 500g ぐらいあったので焼いてちょっとあれなんですかね、実際のところはって感じですけども、まあ、とりあえず良かったです。リベンジ果たせたのも良かったし、最後までその下にね、あの分厚い豚バラ切ってないやつがあって、見えた瞬間に一瞬肉先に食べようと思ってたんですけど、もうお米モード入ってたんで、お米と水っていうローテンションを崩さずに近場近で最後に残してたのが結果的に良かったのかなっていう。そのお肉自体多分かなりタレとかに漬け込まれてて、めちゃめちゃ柔らかいんですよ。繊維とかがこうギュッとならないっていうか、割とサクサクほぐれる感じになってるんで、うん、完全に多分勝負のポイントはあそこだったと思います。いや、多分前回は上の具をどけたりして、なんかこう食べ方順番なんですけど、一番上から食べるのが一番早いかもしれません、これは。はい、というわけで本日はこちら、元祖豚丼屋トントン住吉店さんより、グレート豚丼をお送りさせていただきました。ありがとうございました。すいません、ご参加ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やったぜ、やったやったリベンジ、はい。